バランスめっちゃ大事なんですよ。ピッキングマジ下手になりますよ。はい、こんにちは、秀則ミュージックスクール校長秀則です。ノリス、スケールを短くする、ゲージを細くする、弦高を下げる、この3つ以外で弦のテンションを下げる方法は何かありますか？テンションバーがついてたらテンションバーを外すとか。いやでもな、テンションバーあった方が楽になるな。ちょっと待って。いやそれぐらいですけどね。その3つ以外でまだ足りないってことですよね。聞きたいってことはまだまだ左手しんどいってこと。弦高がどれぐらいかみたいなこともちょっと分かんないですけども、スケール短くしてゲージ細くして弦高を下げたらピッキングマジ下手になりますよ。これ前言いましたね、どっかの動画で。バランスめっちゃ大事なんですよ。左手のしんどさ、右手のしんどさ大事で、弦本当にペッチペチにしちゃったら右手下手になりますよ。左手もちょっとしんどい、右手もちょっとしんどいっていうのが練習には一番いいんですよ。当然のようにもう右手をめちゃくちゃ鍛えるんやみたいな時で座ってやるのもありですけど、どれぐらいの状態かということですよね。そのコメントしてくれた人が、今どういう状況で右手を鍛えなきゃいけないのか、左手を鍛えなきゃいけないのかっていうのに尽きるかな。スケール短くしてゲージを遅くして弦高を下げてってやってしまうと、ちょっとあんまりやりすぎると本当に右手できなくなるよとは一応言っときます。はい、根本パッケージとても興味あります。購入するべき人の基準や購入して練習することでどんな効果があるとか言える範囲で教えてほしいです。購入するべき人の基準その1、周りにギターやってる人がいて明らかに自分の方が歴長いのに明らかに周りの方が上手い、これは完全に根本が足りてない典型パターンなので、まあこれは分かりやすい。ギターソロなんか弾いてる時によく言いますね、みんなね、早かろうが遅かろうが指が分離しないんです。遅くてもしないんですよ。はい、この人もそうです。早いピッキングができないんです。早いカッティングとかね、今言った2と3っていうのはコントロールなんだよっていうのが分かりますか。全部コントロールするっていうところに尽きるんですよ。遅くやんのも早くやんのも早くコントロールしたらいいんです。よし早くやろうって、それが根本が足りてないと早い動きっていうのは即座にできなかったりするんですよ。4つ目を言うなら、私生活で不器用やねとか、ちょっとしたことがなんかうまくいくことできない、なんかいるでしょ、何でもかんでもうまいことなんとなくそつなくやっちゃうやついるでしょ。俺が鶴1個追ってる間、あいつ5個ぐらい追ってる、しかも綺麗みたいな。日常生活での何かしらふとしたことの動きだったり器用さだったりっていうのがちょっと遅かったり戻ってる気がするみたいな人も、これ4番目、これも条件としておきます。はい、というお話でした。次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。